ドメニコ・フェラーリはイタリアの作曲家、バイオリニスト。フェラーリはピアチェンツァに生まれた。彼はジュゼッペ・タルティーニ門下でも最も優秀な弟子の一人であり、訓練過程を終えるとクレモナに住居を移した。1749年に初めてウィーンの宮廷で演奏を披露すると優れたバイオリニストとして活才をアービル。1753年には シュトットガルトにあったビュルテンベルクの宮殿での職を得て、ここでピエトロ・ナルディーニと同様にソロコンサートを催した。1754年にパリのコンセール・スピリチュエルにおいて大成功を収めたフェラーリはここに今日構えることに決めた。彼はパリに没した。知られているフェラーリの作品はすべてが気学局である。通奏低音の扱いに特徴が見られることから、 彼の音楽のバロック様式的な性格が伺われる。しかしながら家政法や山岳小生を取るソナタでは、彼の語法は古典派により接近している。彼は一部作品において、バロックの低音の倉庫を緩やかに動く、低音部へと置き換えている。フェラーリのソナタは、フラジオレットをソナタの中で用いた初期の例にあたり、歴史的見地から興味深い。フェラーリの兄である。 カルル・フェラーリはパルマのカッペラ・デカーレのチェリストであり、パリでチェロ・ソナタ州を出版している。ありがとうございます。